両国でチャンピオンになった、このね、前と後ろに飛び出てる筋肉、はい、これが不気味ですね。ちょっと待って、レフリーチェックが入りました、はい、なんか出た、じりじりとロープに振っていく、さあ捕まえて、しかし誘うんです。さあ吉彦はゆらりと立ち上がりました。しかし、ロッタイブシがバミューダトライアングル、あこれまずいですよ、はい、さあこれで落ちれば、おお今自らの意思でフックロックに持っていった、まあ、確かに足を殺しておけば、はい、まあ、この後の吉彦の6次元殺法というものを封じることができます、ね、総合系の技も、ね、封じることできますからね、はい、さあやっぱりいいですね、チャンピオン非常にいい攻撃がついています。これ天才やはり前回ね、もう一度捕まえて今度はハンマースロー、走ることができません。足殺しが効いてますね、これ、はい、効いてますね。さあならば体格差、まあ、足に来てるのもあるんでしょうけどね、これ見せし警戒しますよね。さあ意地でも投げたい吉彦、さあバックで、さあ来るか、幻の6次元殺法、さあ側転側転、そしてジャストヒットに攻め手に移れないのが致しかし、おお、しかししかし、さあもうデジャブを超えて未来に行ってしまった、カバーに入る、さあ完全にもうコントロールされてます、ね、そしてさあスイングスイング、いやこれはサイクロン台風 DDT、 吉彦このスイング、切り返していった、切り返しましたね、切り返していった、そのままさあ4の字メディアゴーラングラック足4の字固め、はい、そうやってるわけですよね、はい、あ今度はロープ、ハンマースローを拒否していきます、2位落ち込んでいく、そしてジャーマン、吉彦がこの対戦は立ちました、これを踏ん張る吉彦、後頭部、いやバックボーンに T ボーンにエルボー打ち込んで、さあそのままジャーマンスープレックスホールド、今日初めてだったら分かんないかもしれません。さあ今度はもう一度、おそのまま逆打ち、今度は膝をついての、もう歓声もコンも突き当てながらも、はい、気持ちだけで やり合ってますね、まあ、あまり打撃は得意ではない吉彦ですが、はい、手を返していきますね、これは意地でしょうね、はい、レスラーの意地ですね、耐える吉彦、うまいな、そうなんと、さあ再び吉彦があの地獄のドレアホールパイルドライバー、トリプルデストロイ、いやー5回、はい、6回、はい、ノーリップデストロイ、エンドレスインフィニティデストロイ、デブレ8回です、うわカナダンデストロイ、一気に吉彦が、さあ来たぞ来たぞ、これは輪廻転生か、お耐えた耐えた耐えた、おそうそう、もう一度、吉彦の素顔はあんな顔だったんですね。ですね、初めて見ましたね。友情が芽生えました。やられた。ここまでがベルトハンターハンターの。はい。